のができるらしくて、それをなんかやりたくてやったんですよ。そしたらガチで通知来た時に光ってびっくりしたって話なんだけど、なんかすごいよね、なんかペッペッペッって光るんです。そう、通知設定のやつ。似合う、ありがとうございます。ハートありがとう。なんかさ、本当にさ、こんなこと言っちゃダメなんだけどさ、マジ勉強マジはかどってないんだけどさ、別になんか勉強しなくてもいける気がしちゃうんだって。ダメなんだよ、これが、これがまたダメな道へ一歩進むだけど。こんばんは。なんかマジ謎の余裕が出てきちゃってる。ダメだ本当に。いや、なんか徹夜しようねとか言って話してたんですね。そう、これからエナは夜に勉強を追い込むパターンなんで、友達と徹夜する。今日は1時半までに寝るって決めたんですよ。エナは1時半に勉強終わらせて決めたんです。髪の毛ボソボソだ、もういっか。なあ、まあ大丈夫でしょ。バラありがとうございます。遅い1時半って。いや全然じゃない。ね、それな、昨日さ、そう昨日もさ割とさ遅めに寝て、そしたら朝寝坊したよね。寝坊までは言ってないけど、ママに起こされた。嫌なんだよね、早起きが苦手なんだよ。なんだっけ、遅起きじゃなくて遅寝だっけ。遅寝はできるんです。え、なんて言うの、遅寝かはできるけど、えのはいつも7時に起きるんですよ。で7時10分までベッドで携帯触るタイムっていうのを決めてて、えのはで10分から1回降りてご飯食べてっていう用意するプランだったんですよ。今日起きたら7時23分だった。ピエン。そうだよ、明日からです。いや、割と早起きじゃない？なんかさ、起きてスマホチェックするのって本当は良くないんだよね、確か。なんか寝る前も10時半、じゃ寝る30分前は携帯触っちゃダメなんですよね、確か。なんかまず携帯を横に置いて寝る時点で良くないんですよね、確か。明日は現代文、英語、英会話。なんかさ、語学だからいいんじゃねっていう。そう、なんかごめん、嫌いな音いるよね絶対。なんかダメらしい。そう、なんかブルーライトが頭に良くないらしいよね。なんか脳に刺激するんだっけ、悪い影響を。なんか知らないけど、なんか良くないって言うけどさ、寝る前って携帯触るくない普通と思って。あれ、ありがとうございます。あとなんだっけ、そう、アラームとかも本当はダメなんですよね。そんなん言ってもね、みんな触るよね。花束ありがとうございます。
明日ね、頑張らなきゃ。ファイトありがとう、頑張る。なんかさ、このさリップさ、画面通して見るとめっちゃ茶色く見えない？こっちだとめっちゃ赤いのに。そんなこともないか、まあいっか。いや、なんかさ、聞いてほしいのさ、聞いてほしくて、昨日夜に寝る前ね、なんかめっちゃ肌白くなりたくて、昨日の夜意味わかんなくて、いや、なんか本当に意味わかんなくて、なんか肌白くなりたすぎて、このさ、なんだっけ、こういうホワイトクリームみたいなのを顔に塗りたくったの。そしたらなんかさ、お化けぐらいにさ、肌白くなりすぎちゃって、ちょっと本当にやばいと思って、朝起きたらどうなってんだろうって思ったらさ、朝起きたらなんかここに白い塊がポツポツあってさ、なんか絶対さ、こんな大量に塗るもんじゃないじゃん。あら、ありがとうございます。でもなんか一日白くなったよね、ちょっとって思わない？いや、なんか本当に意味わかんないぐらい肌白くなりたかったの、昨日の夜だけ。なんでなんだろうね、昨日の夜。そう、手足ももうめっちゃ塗ってっていうのをして。花束ありがとうございます。そう、マジ気持ち重要なんだけど、ちょっと今日から毎日ちゃんと塗ろうと思って。手足はね、そこまで変わんないかな。まあなんかさ、こういうのってさ、気持ちとさ、日に日に重ねていく努力じゃん。そう、なんかさ、雨の日じゃん、雨の日じゃないって間違えた、今日雨じゃん。だからさ、なんだっけ、日焼け止めとかさ、めっちゃさ塗らないじゃん、こういう日って。そういうのがさ、ダメなんだろうね、多分。なんかさ、その雨の日でもさ、紫外線ってあるんだよね、確か。だから蓄積されちゃうんだよね、多分。合ってんのか分かんないけど。ハートありがとう。チーク塗らないんですよ。こんばんは。ちょっと雨の日の紫外線について調べます。なんか、えなが知ってる情報を話すと、晴れの日の紫外線より曇りの日の紫外線の方が強いみたいな。紫外線、紫外線、紫外線だよね、合ってた。強さ。ハートありがとうございます。天気によって紫外線の量は異なりますが、曇りの日で快晴の日ってどういうこと？誰か訳教えて。これの曇りの日の快晴の日の 50%から60% だって。あら、ありがとうございます。雨の日でも 30% 前後の紫外線の量があるとされています。真冬でも12月、1、2月のピークの時は約3分の1あるらしい。ちょっとよくわかんないんだけど。何？あ、曇りの日と快晴の日ってことね。あ、そういうことね。が 50% から 60% だって。でも 30% あるんだよ、雨の日でも。そしたらさ、焼けるよね、そんな。みんなでさ、色白目指そう。なんか日本語ってむずいよね。鍵括弧とかのさ、括弧みたいなやつあるじゃん。あれもさ、
漢字があるって初めて知ったよ。カッコっていう漢字を初めて知った最近。知ってたみんな。ってのはなったよね。びっくりしすぎて。あ、そう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 、このなんか変な感じ。そうそうそれですそれです。初めて知った。あったんだね。ね、読めなくて初め。そう、今のテスト範囲にこのカッコが入ってるんです。でもさ、読めないだろうと思って出すけどさ、こういうのに限って読めちゃうよね。難しいから。てか今日自分の蓋幅綺麗だわ、嬉しい。あ、ボキって言った。なんか前髪分厚いな、やっぱり。今日も今日も今日とて、いつかイメチェンしたい前髪の。これぐらいにしたいけど、あ、まあ、薄くなっちゃう。 あ、やりすぎちゃった。これぐらい、分かんないけど。見て、眉毛生えてきた。いや、でもまだいなくない？やばい、本当にいなくなっちゃった、端っこが。え、そう、薄くしたいんだよ。やばくない？眉毛なくなっちゃってんだよ。こっちはさ、消えてんだけど。やばくない？ないじゃん。自分どこ行ったの眉毛。もうちょっと生えてきてください。え、そう、ジョリってしたんじゃなくて、なんか普通に切った、切ったじゃない、剃ってたら間違えちゃって、切ったところ、剃ったところか。でもめっちゃうっすら生えてるんですよ。ほら、な、薄くはあるじゃん。眉毛の形綺麗にするのって、やっぱりさ、眉毛サロンってところに行かないといけないんだよね。マジ眉毛どこに落としたやろな自分。なんかさ、今までめちゃめちゃ眉毛濃かったんですよ。いや、わかる、ま、眉毛じゃない、前髪上げてないからわかんないと思うんだけど、めっちゃ眉毛濃いのが嫌で、薄くしよう薄くしようと思ってガガガガってやってたらこうなっちゃったよね。整えたいな。ね、こうやって薄くしたくなるよね、熱々。なんか最近マジ毛が行方不明、自分の。なんかここら辺もさ、なくなっちゃってさ、どこ行っちゃったんだろう。なんかさ、剃り方は分かってんだけど難しいよねっていう話よね。確かに自分でなくしちゃったんだ、悲しい。えなの毛穴は良くなかったのかもしれない、髪の毛にしたら。でもここのさ、後ろの髪の毛さ、めちゃめちゃさ、量増えたんだよね。そろそろなんか一本仲間外れ。それなさ、まつげも切っちゃって、この前。そう、まつげもなくなっちゃったんだよね。なんか眉毛剃ってる時にまつげ切ったんだよね、間違えて。
そしたらさ、まつげさめっちゃ短くなって、なんかここら辺なくて最近もう悲しい悲しい。なんかこうやってやってさ、こうやって剃ってたらさ、ここがあってやっちゃったんだよ。なんかさ、絶対さ扱うのさ下手くそなのにさ扱おうとするからさ、やめた方がいいんだよね。いや多分そうなんだよね、切りすぎなんだよね。アジサイありがとうございます。えのもね、そう高校卒業したら松葉したいんです。なんかさ、高校卒業したらやりたいってことがいろいろありすぎてさ、でもさ高校っていいよねって思っちゃうから、まあ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 、まつ毛化したくなくて、なんか目がバーンみたいな、目の主張強くないですかあれ。音波ありがとう。ね、みんないますよね、人生で高校が一番楽しいってのもよく聞くんですよ。人生で高校が一番楽しいみたいな。だから今もえなは楽しんでる。JK ブランドって人生に1回しかないんだよ。もう2年目。なんかさ、本当に高1の時もうちょっと楽しんでけばよかったって最近後悔するんですよ。だから高2は楽しもうと思って、マジね、高1の頃なんでか分かんないけど楽しんでなかったよねっていう。まあまあ確かにまだ半分じゃあるんですけど、確かにね、高2っていいよね。なんかさ、なんとか2っていうよね、中学2年が一番楽しいし、なんか真ん中の年って一番いいよね。この年一番いいと思う。今年バーベキューしたいんですよね、花のセブンティーン。本当にずっと言ってる、これバーベキューがしたい、バーベキューがしたい。もうバーベキューっていいよね。もう家の庭でやろうかな。いいね、ありがとうございます。でもさ、人生でバーベキューってあんましなくない？なんか今まででバーベキューしましたっていう記憶がないんだよね、そこまで。いいなぁ、バーベキューしたいなぁ。まあ、な、今年はバーベキューとプールをするっていうのを目標に、この今年を生きているんです。あと普通に遊ぶ、美味しいものをいっぱい食べる。ファイトありがとうございます。海は嫌、なんか海は日本の、じゃあ本当に日本の海いいと思うけどさ、肌荒れんっていうのがある。えの、なんかプールに入るとめっちゃ肌荒れません？あ、じゃあ間違えた、海だ。どっかの海入った時にめっちゃ荒れたんです。なんかもう肌全身赤くなっちゃったみたいな気があって。そう、そう、海外派になっちゃった。それからちょっとわかんないけど、なんかでなった。
あ、でもね、死んでるクラゲなんか見たことあります。え、じゃあグアムとハワイの海めっちゃ綺麗だよ。ね、でもハワイの海は全然覚えてないんだけど、そう、沖縄の海も行きたいんだけどな。記憶にあるのはグアムだけなんだけど、めちゃめちゃ綺麗だった。いいよね。どこの海が一番綺麗なんですか？バラ、ありがとうございます。やっぱハワイが一番綺麗なの？どこ？モルジブって初めて聞いた。南太平洋ってどこやねん。あの真ん中らへん、世界地図の。かわいい、ありがとうございます。真ん中の下の方。あ、じゃあ、真ん中の下の方、オーストラリアとかがあるらへん、合ってんのかなこれ。あ、インド洋、インド洋がこっちにあるじゃん。あ、日本がここにあるじゃん。で、アメリカとかがこっちね。だからここらへんってことかなと思って、ちょっとわかんないんだけど、地図弱いんで。あの、でも人生で一回行ってみたい国にオーストラリアって書いた。小学生の頃かな、コアラが見たくてみたいな理由で書いた気がする。こんばんは。オーストラリアってなんだっけ、あとカンガルーだっけ、いますよね。行ってみたくて、なんか楽しそうと思って。なんか誰かにオーストラリアのコアラのお土産をもらったんですよ。それが可愛くて行きたくなったんだよね。なの、動物の中で一番コアラが好きなんですよ。カンガルー怖いんや。マジコアラ可愛くない？え、コアラかパンダっていうワンツーがいるんですよ。東山動物園は行ったことめちゃめちゃあるよ。多分みんなと同じぐらい行ったことあると思う。基準が分かんないんだけど。え、なんかさ、なんかよく行くじゃん、このさ、愛知にいたら。一回もないの？いや、あそこは行った方がいい、楽しいけど。うっそ、みんなあんま行ったことないんだね。あると思ってた。ね、多分ね、もうね、10回は行ったことあると思う。動物園でしょ、だって。いや、もう上の動物園1回だけ行ったことありますよ。いや、なんでだろうね。いや、わかんないんだけど、なんか行ってたね。動物園好きだったんだよ。水族館は2、3回しか行ったことない、逆に。いや、すごい好きなんだけど、遠くない？なんかさ、遠くないっけ。なんか歩くのが大変なイメージやって、水族館って。なんか、まあ、雨の動物園行ってますしね、えのも。雨の動物園、うん、懐かしい。全然やってないよね。
江ノ島いいよね、行ってみたいね。江ノ島行ってみたいんだよね。そう、あと京都に行きたくて、今年友達に会いに行くついでに遊びたい。あ、嘘、最近江ノ島が気になってます、ありがとうございます。それ好きになっちゃってキュンです。ぜひ気になってください。じゃ、気になってください、おかしいよね。気になってるから、よかったら好きになってください。ん、もうそう、行きたいとこいっぱいあるんですよ。なんかさ、この自粛期間にさ、家にいた分さ、ね、行きたいとかが増えちゃう。嘘、キュンですもらったら好きになるな。全然あげるよ、キュンです。なんかさ、京都のティラミスだっけみたいなのが食べたくて、すごい。なんか最近のなんか謎の抹茶ブームが来てんの、また。今ほうじ茶ブーム取りすがって抹茶ブームが来ちゃったの。だから今抹茶ブーム、伊勢神宮いいよね、あそこの通りでめちゃめちゃご飯食べちゃうな。ドッキュンです、言いにく。そう、今日さ、ちょっと30秒で話す話するね。なんか今日夜ご飯に餃子食べたんですよ。で、ね、あのポン酢につけて食べたの、あのゆずポンが今ハマってて、でゆずポンので餃子食べたんですよ。そしたらさ、自分口内炎ってこと忘れててさ、めちゃめちゃポン酢が染みるわけ、こっちに。だから今日新たな特技を見つけました。こっちの右側でご飯を食べるっていう。いや、なんかマジ味噌汁とかもなんかこっちの、え、もう59分になった、あ、まあいいや、こっち側のあのさ、口に流し込むさ能力を手に入れました、今日で。ということで時間になったので、30秒でちょうど話したので、以上、今日は夜勉強して寝たいと思います。ということで、バイバーイ、また明日、バイバーイ。